はいこんにちは大竹誠です今日は十二月の十九日の火曜日今日のパートナーははいこんにちは小島恵子ですはい私の横にはこんにちは文化オスアナウンスは砂山恵太郎ですえそして火曜日ははい武田沙哲ですよろしくお願いしますお願いします寒いね寒いわ東京き昨日から9人寒いって言わないって言ってたんだあそうなのうん温度が低いねあそうね温度が低いね温度が低いえらしい打ち合わせの時はうん 俺と小島さんが、本当の冬自宅。冬装備よ。大竹さんはさ、帽子、マフラー。じゃん。私。セーター。さんなんで私もセーター、マフラー、手袋だもん。はい。えっとたよ。はい。ね。うん。本当に、そうやって冬を乗り切ろうとしてる。その横に。T シャツが二人も。T シャツがふ。テシャツだけのやつが二人。二人。二人。サッカーの大村さんと、サテさんが。ああ。ペラペラの。はいはい。いや、こっちが間違ってますよ。 <laughs> そういう自覚はある自覚あります、ね、間違ってるっていう自覚は、はい、自覚はありますよ 冬自宅ってしないの、それじゃ。しないですね。まあ一応ジャンパーは今日は着てきてますけど。うん、そんなに衣替えっていうのもしないですしね。まあ靴履くぐらい。靴履くぐらいですよね。うん。なんでみかんいてるの。なんでみかんいてるの、そこで。ちょっとこの後食べる時間。お茶の間ここ。けど。この後ありますけどね。ちょっとリラックスすぎのように見えますけどね。本番前にちょっとみかん食べるの間に合わなかった。一回ちょっとここで食べとこうかな。びっくりしたい。言わなきゃ。 ね、聞いてるラジオ聞いてる側の態度ですよね、ね参加してる側じゃなくてね。

甘い甘いですか。何より。適度な酸味。適度な酸味。ビタミン C がこう体に入ってくる。そこまでわかるね。ビタミン C まではなかなか俺はわかんないけどね。はい。そんなわけでこっち二人は冬自宅ね。あの何かのキャッチコピーか何か知らないけどさ。冬の私は弱いからっていう。 キャッチコピーがどっかにあったじゃなこうんか町内にいい乳酸菌入れましょう的ななかなかあのちょっとストンと入ってくるキャッチコピーだなと思って聞いてるんだけど私の場合は冬のジジイは弱いからみたいな。

朝3.4度とかつって、あの東京今日今年最高の寒さが昨日に続いて、この冬一番のこの冬一番の寒さが2日続いてるっていう、なんと情報は私ちゃんと入れてるんですけどね。昨日3.8、今日3.4って、そう東京にしてはね、寒いわよね。急ですよね、ちょっとね。私昨日またくしゃみ出たわよ。 連続のくしゃみが。連続のしゅ。やっぱりね、私渋谷アレルギーみたい。渋谷アレルギー。先週言われたじゃない、私がさ。ね、寒暖差礼儀かな、私もとかって言ったらさ、みんなにさ、や。それ渋谷でくしゃみ出たからね、渋谷アレルギーだとか言われて、そんなわけねえよとか言ってたじゃん。 昨日ね東京の青山通りのねちょうど青山と渋谷の境目辺りを歩いてたのよ。青山学院の前から金の坂っていうね渋谷のね駅の近くの坂に向かって歩いてる途中で急にビルのあたりだなそうかなそこで急にまたさ45回くしゃみ出て鼻がぐじゅぐじゅってなってあ本当に渋谷アレルギーなんだったしと思って。 間違いないですね。間違いないね。あ、なんかあのあの辺歩いてる人ちょっと調べなくちゃいけないね。うあ、だっただからあのススパイラルホールだっけ？うそれから青山学院。うん。過ぎてジンタンビルあたりに差しかった時にくしゃみきしゃみを出た人。何人ぐらいいますか？そうそうそう。そうするとね境目があから分かるから渋谷のさ何がアレルゲンなのかなと思ってだから。もう工事中だからね渋谷。あっちこっち。そりゃあるかな。あそうじゃないそれはね。うん。 空気的にはおそらく工事をあれだけしてれば、汚れてはいる、いろんなものが待ってはいるでしょうね。そうね、そうね、きれいってことはない。私、私割と呼吸器弱いんです。呼吸器弱い。うん、でもあそ工事中だから。なるかちょうど今ね、あの東横線の駅がなくなって、一番いじってるとこかもしれない。そう、そう、そう、そう。 あまあね、番組ではお伝えしたけど渋谷で迷子になってるジジイがたくさんいるっていう噂はね、うん、聞いてますよ、ねうん。どこ行っているか分からないけ <laughs> 然と空を見上げてるジジイが、ねうん、地図片手にスマホ片手にいるって聞いてますけどね。大改造だからね顔に マスクしてて分かんないけどポチポチが出たとか言ってるそうよだからさ私メットに顔に点々出ないのにさ今朝になったらさなんかプチプチがさ何個か出てこも渋谷レビなんじゃない全部渋谷のせいだなそうダメだな渋谷やっぱね行かないとか思って ね、そうだよねあっちも来てほしくないと思って呼びれなでも多分この放送も渋谷の商店の人は聞いてる申し訳ないですよだからそ渋谷にお住まいの方でもそういや工事でみたいな人いるんじゃないかしらと思う でも俺先ほどといあのユーロスペースのある渋谷のなんか丸山町？ラブホテル街な？ラブホテル街ですね。あのユーロスペースってのはこうおしゃれな映画館ですよね。ラブホテルの看板も見ましたよ。なんかなんとか二千五百円。その後そこで過ごすと四千八百円。えそれ泊るとえ。 止まった時の金額まで覚えてないな、まあ、そんな看板見ながらね、その辺はね、いっぱいありますから。懐かしいな。と思ってあの辺ね、ラブホテル街っていうのは昔から変わらないですね。ユーロスペースはその中にある、まあ、ちっちゃい単、単館の映画館ですけど。前はあそこじゃなかったんだよね。ユーロスペース。あ、そうですか。そう、そう、だと思うんだけど。あっちに移って、それで、まあ、その辺は。あ、もう、なんかあんまり、こう、なんつうかね。 あの、くしゃみしてる人はそんなにいなかったね。あの辺はね。 旧旧旧市街ってこと。ショートの、ショートのこう裕福な空気が流れ込んでる。ゴージャスな風が入って。るそうだと思うんです。すぐ裏にショートのお屋敷街がある。遠くないですけど、そんな空気変わりますか。わかんないけど、きっとそうよ。きっとそうなのよ。それで薄められてるのよ。いいんですか。私たち渋谷こんなこと言っちゃってて、わかりませんけど。誰かに怒られる気が。誰かに怒られる。謝っとこう。ごめんなさい。ごめんなさい。もう一つ、あの。 これはね大した話じゃないんだけど、うん、俺あのユニクロのねあのダウンを着てたんですよ。うん、で多分これ着てると街に出たら、うん、結構これいろんな人これ着てるな着て,てるわよ多いと思う,思うでしょ。でか、まあ、フるかなと思いながら歩いてたら。うん これがねかぶんねんだよかぶんねえかぶんないんだよ意外とねあのダウンのあれ見なかったんだよ探したんだよ歩き気ならとかこいつも違うあいつも違うっつっていろんなバージョン出してんだよねだからね私が着てるやつはなんかどっかのブランドとのコラボバージョンとかさ ユニクロのダウンでもそのなんとかとのコラボとかさ、あそうなの？結構あるよね。いろんな方薄いやつは結構インナーで着てますみたいな。内側に着ちゃう内側に着ちゃう人もね、まあまあいますよね。でもね、まあユニクロばっかり出してるから他のメーカーも言ってもいいと思うけどね。あの別に他のメーカーのやつだったらこいつも違うこいつも違うこいつも違うと思って、なんか街はね、渋谷あたりに出てるやつは若い人も。 まあ映画館の中ではあんまり来てなかったなと思って。 いろんな服着てたなと思って結構このさダウンだとさ腕のところにさ高いんだぜっていうマークいろいろつけてる人いるわねいるいるいるそういうロゴのブランドのなんか鉱山のマークの高いやつだぜとかさアヒルのマークの高いやつだぜあと N がでかいなんか N がでかいまあいろいろな N から始まる N からやつとかカナダのコキのそうかないろいみんな腕でアピールしてる さ,てさん関係ないですね。まああまりそう でもさてさ靴履いてるか履いてないかぐらいでしょ見てのそうですねんか本当書店でイベントやっても「あ靴履いてんですね」みたいなこの間も言われてそれこの時期履いてんだろうと思いましたけどね誰かささてつさんを極地のロケに連れてってほしいねテレビでああうん極地いや別に寒さは感じてますけどねうん寒さ感じてるけど別にねうん俺は 70過ぎの舘さんを見てみたいねまだそんなこと言ってるかどうかねどこかで限界くるんでしょうね、うん何十過ぎですけどももっこもこんなってたりしたら、ねうん、<laughs> ちょっとおかしいですけどね、はい、あまあそんなんでお俺、えー、昨日かな一昨日かな、あのー、話は変わりますが、うんえー「テレビチャンピオン」はいはいはい。 往年の番組知ってます昔テレビ何とか大食い選手権とかいろんなのやってて別に見たかったわけじゃたまたまチャンネル合わせたらあの五円玉を200枚並べてその間に糸を200枚素手で地べたに並べていく200枚並べてその後五円玉3枚を うん、三角形に組んで、うん、それも何も手でこう重ねていくわけや上に積んでいくってことです、ねうん、上に積んで三角形を作ってこれが 5, 5枚か6枚、うん、全部で200枚以上、うん、みたいなのがこう、うん、番組でやってたんですよ。はいはいはい、200列えっあうわようわえう 5円玉でストッパーにしながら5円玉3枚を縦に立てる薄い枚下に2枚その上に1枚乗っけるへーすごいね多分ゴールデンタイムでやってたと思うんですけどゴールデンタイム史上最高に無口な番組ずっとこれをもうほぼ無音で積み上げてるとそれで完成間近で まあっち,いい、はい、ちこっちに自分で作ったストッパー、うん、立てていく途中にストッパーを立てていくんですわここまで倒れても次が倒れないように、うん、でそのストッパーも自分で作るんですわ、うん、自分なりにその考えたストッパーを作るんですわそれでストッパーのうまく働かないストッパーを作っちゃった人がいるんですわ、はあ それで完成間近まで行って200枚全部元元に戻る。つらいつらいな。それが確か前のチャンピオンだったと思うんだけどね。そんな人がいてストッパー作りをちょっと失敗しちゃったってことなんですか？ストッパー作りストッパーがピラピラしてて置いてもなんかストッパーの役目を果たさないストッパーだったりしてまあそれ以外も別の要因もあってもう完成間近で もう崩れていく人が、うん、もう。シシルイディシカバネのように、あ<ー>まあ三人になって。チャレンジは三人、選ばれた三人らしいんだけど、うんうん、それやってて。いやー、こう十一時間、何分。うん、制限時間が十二時間っていう。十二時間にあとちょっとっていう。<ー>ところで倒れちゃったの。チ <laughs> ャリチャリれちゃって <laughs> それで、この。 バッチちゃんっていう人が11時間何十分ってところで全部立ててその間に糸を通して貫通するっていうのを。 成功するんです。<ー>糸通すんですか、その後に。ここに糸通すんです<ー>ここに、ここに、これ。糸、糸を出し百枚並んでる。糸とさドミノみたいに並べた五円玉の真ん中に。糸を通していくの。はい、どうかしてるね。どうか。すごいね、こりゃ。どうやって通すのかしら。うん、もう、本当、どうかしてる。どうかしてますね。うん。もう、なんか、こう。超えた人たち、うん、何かを超えた人たち。え三、うん、人。 いやこれんで見たかっていうと、はい、あの中村裕二っていうのがね前そのテレビチャンピオンの時に大食いとかいろんなの司会してた、えーうんで、ねはい、その中村裕二さんがねこの五円玉の司会の担当をしてるわけ、うん、また崩れました」<laughs> あ「あもうちょっとだったんだ」<ー>「また崩れました」「あとこう3枚重ねる三角形が手が震えてできません」みた<ー>いな。 ピンセットでせたりてくこれ俺もう本当にこれでんで止まってんのかなと思ってこれ何のり付けとかももちろんしてなくて置いていくだけなんだね5円玉立ってるんだもんね立ってるんだって三角形になってんの立ってすごいね立たせるのも大変だしこれこれもう途中まで行って失敗したら全部崩れちゃうっていううん そのね倒れていくのをね止めようとして追うわけよ関口くんがふくと地べた張っていくんだけど最後までいっちゃうわけよ。その時はやっぱりさチチャャリとか音がするのそれで横3人並んでんだけど自分が作った時にその。 ちゃ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 って音が聞こえるんで、うん、作ってる時、うんそ、その人は自分のじゃないんだけど、うん、横の人が崩れるんだけど、うん、自分のが崩れたって勘違いするくらい敏感に。どうするのねみんな張り詰めてから。めちゃくちゃ静かな人たち。うん ね、この写真その3人の写真は今ありますけど真面目そうな日頃すごく静かに過ごされてそうな感じのこれはね「手先,手,手先が清選手権」って、はいはい、いねで前は伝説のチャンピオン原口が令和世代の、うんうん、令和世代がだ制限時間12時間五円玉ドミノ早立て糸通し激突」。 リポータータは中村二、うんうん、すごい番組だなと思ってどう。どうしてやろうと思ったんだろうかっていう感じですよね、うんうん、まずねこの。 前にあったのかね多分、ええ、こうなってこれ言うと前のそういうシリーズの中からよりすぐりのやつを選んできたか、ええ、原口さんは伝説のチャンピオンって書いてますからねだから前やってて五円玉立て,てって一般的にみんなこう何、うんうん、手すさびにやったりするものなのしませんしないよねしないと思うんです、うん、番組が発明したのかなこの演目を割とこの五円玉なりでも十円玉でも一つ立てるのも結構大変ですよねただ単独で立たせるっていうのもねそれはなんか小学校のやったような気がする するけど、なんか流行った感じが、流行ったことあった気がしますけどね。でもテレビチャンピオンの影響とかもしかしたらあんなかもしれない。当時すごい流行ってましたからね、そうね。こんな綺麗に等間隔にね、転がらずに、理論なんか整然と並べられないですよね。すごいね。200万。俺思ったのにこれ誰が喜ぶんだと。どこの誰が喜ぶ？喜ぶんだと。味わいたいんじゃない？ 達成感。うん、こううって見ててやったできた。それにしたらなんかね、なんかマラソンとかアイヌミではね、その感想の達成感とかね、それあると思うけど、五円玉並べて。この無いさがいいんじゃないの。無意味みたいなね。無意であるっていうところが、そうまでして達成したのにそれだけっていうこのさ、そその虚しさがこう勝業無常的な感じでいいんじゃないですなんかこの争い見てると。 人生の,この意味のなさ加減っていうか<ー>それが伝わってくるっていうか意味ねこれだってで,できてもすごいけどそれ意味ないじゃんできたところで糸が通ってところでねら

両手を上げるんだ<ー>優勝して優勝していやでもよくこれ分かんないけど12時間の時間で11時間何分で何回も倒して完成するっていう<ー>やつじゃないだから番組的にはもしかするとこれ優勝最後の方だけど中村祐二が誰も優勝しないのかもしれない<ー>みたいなことを言うわけよ。確かに もうノルノル見てる方が。<laughs> そうよね。画面に近づく近づく。優勝者なしでしたっていう結論もあるかもしれない。なんでいいと通してんだろう。 一時期すごいドミノの番組すごい流行ってたのありましたけどそれ結構団体戦でやっててみんなで完成するとドミノ倒れたら絵がぶわっと広がるみたいのがあってすごい失敗しちゃったやつがもう明確になるじゃないですかここで止まったみたいな途中で止まったのねこいつの担当のせいでここが止まったみたいなののあのか表情の虚なしさ切なさをちょっと見るのがちょっと好きでしたけどね。 ダメだったで人もね、完成しなかった人もね。ねこの優勝した人は何そのじゃあの番組で使用した五円玉総取りですみたいなこうなんかご褒美はない。もうちょっと賞金出じゃない。知らないそこまで見てなかったからわかんない。ないのかなご褒美。で。まあでもね五円玉こう並べていくのにまあすごいなってこれの選手権をね。 やるってのもすごいし、今聞きながらやっちゃってる人いるね、何人か。ご縁玉ね。ご縁玉ね。立ててみなかったんですか。家で。うん、俺のとこね、俺ベッドの上で見ててね、足元に猫もいてね。もう、もうちょっと動きが取れない状態で見てたんでね。すべてのバランス崩れてるところですね。そうですね。やってみようとは思わなかったんですけど。はい。あ、やってみようと、見てて思った人いるかもしれないね、これは。どうなんだろう、この無意味さ。ね。 今ロックバランシングっていう競技があるじゃないですか石をどんどん縦に積んでいくっていう競技なのかな最終的にこうもうんか6つも7つも最高記録は何個か知りませんけど多分ロックバランシングで調べてといろんな画像出てきますけどいびつな形でいろんな石をこう乗っけていくんだよねだから石って当然同じ形じゃないからどこでバランス取れるんだろうかって思うんですけどなんかそれやってる人はうん こうバランス点っていうのをこの点を見つけて積み上げていくっていう。ああああ最後鬼が来て全部蹴って台無しにする。今回出てて三人のうち一人がその競技の人だった。<laughs> ね、外からそういう情報が、えー、ロックバランス、えーえー、ロックバランスの人が混ざってたみたいですよ、ね。じゃあ元からそういうバランスを取りたい人なんだね。じゃあこういう人が喧嘩の仲裁とか入るといいんだねきっとね。そ,ねそのバランスそうはないで多分同時に。<laughs> あんまそういう、うん、喧嘩の仲裁とか質問のタイプじゃないですよね。 お正しいもんねこの番組にはもうサテスさんの日に限ってあしおりみたいなしおりこれ今日なんかどなたかがリスナーさんが送ってくださったんですか何だったのこれスペインに行かれてしおりを使ってくださいっていうそうそうありがたいですねこれスペイン土産なのスペイン土産ですスペインのしおりって書いてますね。反応のメープルさんってことですね スペインに旅行をしておりましたスペインえ付箋が話題になっていましたのでスペインでしおりを買ってきました恐縮ですねいろいろいただいてカースイキンはいつも聞いていますのでカースイキンの皆さんに送ります曜日指定だよ曜日指定カースイキンいろいろお仕事の仕事が働き方あるんでしょうねコレドっていう場所月曜日の朝佐ヶ谷姉妹は省いてるわけですよね なんか、これドの、これ、教会お城。わかりませんけど、同じやつか。何十枚も。何十枚も。何十枚も。古い琵琶湖ですよね。かわすい、金に向けて。失礼ですけど、本当、無意味に。まあ、ちょっと無意味な、乗っかる形で。みんなで使いましょう。ちょっと切れ目が入ってね。つんでみと。つめるんじゃ、切れ目。いや、そだから、本の上に挟む。紙の上。紙の上に挟む。詰めるんじゃない。立てる。これ、なんか、立てる必要。 企業選手権が急に始まりました立ちましたしま一,枚一枚は立たないね、うん、無理しない方がいいですねです<う>はい <laughs> はい、はい、ちょっと長くなってしまいましたはいケ太郎君はい、うんえー、こちら東京新聞ですね日本学術会議法人確認以降会員選考運営に外部委員とあります政府は昨日 組織見直しを検討している日本学術会議について国から独立した法人格を有する組織とするとの方針を示しました、うんうん、政府に科学的な観点から助言をする役割は変わらないが会員選考や運営活動の評価に外部有識者による委員会が関与する仕組みを新たに導入する年内にも正式決定する見通しとあります、はいえー、6人の任命拒否を発端に政府側が論点をすり替えるように組織改革を提起した まあ、こう書いてあります。はい、はい。まあ、実際にちょっとどういうものかっていうのは、微妙にわからないという具体性はない。ちょっと感じにはまだなっています。え、そして、こちら東京新聞社説です。自民党裏金疑惑、政策活動費も公開せよと。え、パーティーが政治腐敗の元凶になっているなら、即時廃止するか、少なくとも。公開基準の撤廃か、引き下げが資金の透明化に必要だ。えー、政党から。 議員個人に渡され、市との公表が不要な政策活動費も以前から不透明な資金と指摘されてきた、政党から政治家個人への寄付を例外的に認める規制法の条項に基づくもので、 裏金作りの言い訳に使われるのなら看過できない、えー、首都公開を義務付け、透明化すべきである、えー、その他調査、研究、広報、滞在費、旧文通費の首都公開も手つかず、そして共産党を除く各党が合わせて320億円近い政党助成金を受け取っているにもかかわらず、企業、団体献金も受け取っている、二重取りも問題だとい、はいねもう。どうなっていくのか、まあ、これで まあね、金額じゃないけども大物議員2人ぐらいはすなんていうのかね捕まるかもしれないなというきょ、ね、うす、ね、二、ま、階、あまあうん、派と安倍派に、まあ、特捜が入ったというニュースもありましたが、うんえー、ちょっとその関連でこちら同じく東京新聞ですね裏金告発、上脇教授が訴えております。パー全廃政策本位にと 自民党最大派閥安倍派が政治資金パーティーを裏金作りに利用していた疑惑で東京地検特捜部の捜査が進んでいるこの問題で知見への告発を続けてきた神戸学院大の上脇博士教授が本紙の取材に応じましたと、うん、政治に金がかかりすぎる現状の抜本的な見直しが必要だとして政党助成金、企業献金パーティーの全廃と政策本位で当選する仕組みの実現を訴えたと。まあ お金はあるはずなのに、まあ、それでもこうパーティーもしてまで収入が必要な背景には自民党員の減少が関わっているのではないか、えー、自民党員は1991年のピーク時およそ550万人いたが2022年末時点では112万人とされ党員から集める党費収入は減少している一方国会議員たちは議席を支出するため守るために様々な支援団体とつながる地元の都道府県議や 市区町村議らの支援をしなければならない各国会議員の掲げる政策よりもお金をどれだけ配れるかが議席を守る一つのポイントになっているのではないか政党を助成金や企業献金パーティー献収入をなくさないと政策本位で国会議員を選ぶことにならないと思うと、まあ、逆にこういう収入源を禁じれば本来の議会制民主主義を取り戻せるのではないかと、まあ、そう書いていらっしゃいます。う え、いいですか。はい。で<え>。うん。次いきますか。次いきます。今、語ります。どっちにします。じゃ、どっちでもいいでしょう。はい。はい、えー、であとちょっと簡単に言うと。うんえー、郵便ですね。えー、封書が百十円、うん、はがきが六十三円から八十五円に。うん、まあ、今後上がるという案を発表しました。うんうんうん え、30年ぶりにここまで一気に上がるということですけど、1回上げてもまたすぐに赤字に転落してしまうまあ、それぐらい。今ま,あまあ郵便物が減っているというですね。まあ、そういう状況に今なっていますえ、そして桐生市ですね。群馬県あの生活保護を受け取る人が1日毎日1回来て1000円ずつ配られる。みたいなことが起きていたっていうのはまあ問題になった。桐生市です。けどえ、受給者の認め員預。かり 1944本という、うん、生活保護費の全額を払わず一日1000円の日割りや一週間1万円の週割りにするなど不適切な支給が発覚した群馬県桐生市で福祉課が受給者の認め員を預かり職員が書類への捺印に使っていたことが分かったとあります少なくとも一件は受給者に無断で捺印していたことが分かっていますと、えー、こちらの福祉課長は えー、来所がしにくいさまざまな事情で預かったと考えられるが不正,と不正が行える余地を残す正しい運用とは言えなかったと説明し今後は使用しないとしたと認め委員は生活保護の開始時に預かっていたといいいつ頃から実施しているかははっきりしない現在は新たには預かっていないと述べたとありますはい、ねえー、ここまでいろいろありましたけど、はい、一番最初なのは学術会議、それかられですね えー、与党をめぐるまあ派閥をめぐるお金の流れ、さとしさんどっか気になりましたか？そうですね。まあ、うん、今日その安倍派と二階派にね捜査が入ってるっていうことで、はい、まあ連日報道されてますけど、うん、なんかやっぱりこの間、うん、やっぱりどの派閥の誰それが。うんうん これどれこれぐらいもらってましたみたいなものを散々見せられて、なんとなく皆さんの中でもこう頭の中にこうランキング表じゃないけれど、この人が1番、この人が2番みたいなの出てると思いますけど、そもそも別にその派閥がどうだとか、お金がどうだとかっていう問題じゃないっていうところにこれやっぱり何度も立ち返らないといけないと思うんですよね。当然今であればこの自民党全体がまそういう慣例慣習みたいなものに対してまあノーと言わずにこうズブズブやってきたわけですよね。その中から。 この人はどうなんだ、この派閥はどうなんだっていうことによって、何が起きるかというと。まあ、自分たちは大丈夫だよとか、自分たちは責任取らなくてもいいよっていう形になってきてしまって。それが今だと、まあ、その自民党の今、総裁でトップである。岸田さんが、まあ、ここ最近の会見なんかを見てると、まあ、どうもそういう方向に持ってきたがってるわけですよね。本来であれば、その政党のトップである。あの、岸田さんがやっぱり責任を取らなくちゃいけないところを。これは安倍派の問題だから、二階派の問題だから。 これだけもらってる議員も確かにいたみたいですけれどみたいな方にちょっとこう薄めるような動きというんですかねそれはちょっと警戒する必要があるのかなというふうには繰り返し思ってますけどねまあその中であれですよねまあ佐藤さんのおっしゃるの分かるけどもその安倍派の例えばなんで官房長官松野さんあのお答えを差し控えさせていただきますを連発して。 じゃない連発して最後のね、うん、彼自身の官房長官としての会見もずっとそれで貫き通したとは、うんまあ、だからそれがあるからもう岸田さんがこう責任を取るというよりも、うん、なんだろうこの安倍派の松野さんはみたいな、うん、世論はそっちに流れていった可能性はあるよね,ねそ,そうですね、まあ、もちろんそれがもちろんその本人たちは問題ですけれども。うんうん どうもそのどこそこ、うん、党全体じゃなくて、うん、党の中のどこそ,がそこがっていう流れというのは、はい、もうちょっと警戒する必要があると思いますけど。うん、え与党の中でまあそのお金だけども、まあ、政党助成金があって、うんえー、それから文書交通費、うん、今な名前違うのかな調査研究な、うんとかっていうのがあって、うん、派閥からのキックバックがあって。うん えー、自民党の党員からの、えー、党員の人はお金納めるよね当然、うん、そのお金もあって、うん、それからあれだよねあの各企業からの企業献金もあって、うん、もうすご,いすごいたくさんお金集まってるなと、うん、えっ、ー、っていうくらいでこういうの見てると。 これが何に使ったのかがまでがまだはっきりしてないっていうのはあるんだけど、えーうん、おそらくその派閥の中で流れていったんじゃないかなって想像すると、うん、もうお金持ってる人の勝ちじゃん、うん、派閥でも何でも政党の何かね、うん、こうアイデンティティとか、うん、それから 自分たちのこの制度はこうやりますっていうことだとかそんなことじゃないじゃん、うん、それにどんどん党に入ってきたまあ新人も含めていろんな人があの党から「これはあの記載しなくていいお金です」って言われて、うん。うん なんかねあの思い出しますよ、中選挙区制はお金がかかりすぎますと、だから小選挙区比例代表制並立にしますとかってね、あの時でも散々言われた話です、うん、もうその後も何度も何度もあった。うんで,ね、でもど やっぱりね政治をやってる人もあと有権者の側もそうは言ってもやっぱり政治ってお金かかっちゃうんだよねっていうところだけはえと温存してるところがあると思うんですよでこれは例えば企業のね役員なんかに話聞いてみてもちょっとあの例えば女性をね役員に増やしましょうなんて言ってもいやでもやっぱり役員になるってことはゴルフとか会食とかなんかあの人脈作りとかいろんな根回しとかそういうことをやらないと役員ってできないじゃないですかだからそれに女性が適応しないといけないんですみたいなことを言う人はいるんですね。 つまり既存のだってしょうがないの部分を一切疑わずにじゃあどういう対策立てれば少しはましになるかなってやってる限りは変わらないと思うんですだから政治に金がかかってしまうしょうがないっていう思い込みをどう捨てるかってことだと思いますよね。うんうん、もう1つねだからさっきも言ったけど党からこれは記載しなくていい金だって言われて、うんうん、それをうのみにして、うん、国会議員たる者がだよ。うん 私はそれ受けませんとだったら派閥に受けますぐらいのことがなんで言えなかったのかとだって正当な金じゃないんだもんそれだから記載しなくていいって言われてんだから裏知ってるわけだよねこの人たちはだから防衛副大臣だった宮沢さんが派閥に言うなって言われてますみたいな感じで言ってちょっとなんかよくぞ言ったみたいな感じになってますけど。 えそのな,なんだよって感じそのそうです、ね、3年間で百数十万円でした確かに少ないかもなってこっちが思っちゃいけないわけですよねそんなうっかり100万円振り込んでくる人どこにもいないですからね。うんうん、はいえー、東京で3人家族で30代の人が暮らすのには1,000万円近くのお金がかかるってことが。 まあ、別の新聞教でしたけど、ねね、30代、子育て世帯のうち、うん、半数近い48.6%がいわゆる夫婦合算の収入で年収1000万円を超えていることがあってこれはやっぱ生活に今お金がかかっているんではないかお金の問題はここにきて大きくなってますけど今始まったわけではありません、何十年も前からこの国ではずっとこういう状態が続いていたというお話ですよね。さあ今日も始めましょう